アートと自然、そして人との共生を考える展示会、シンビオシス、生きられた島展が、ハリウッドのジャパンハウスロサンゼルスで開催されています。これは、日本の出版教育関連企業、ベネッセが、瀬戸内海の離島で展開しているアートプロジェクトの一つ、犬島、家プロジェクトを紹介するものです。瀬戸内海の岡山県沖にあります小さなその犬島という島がありまして、でもう過疎の島なんですね。25世帯程度しか住んでらっしゃらなくて、住民の半分以上が70歳以上という、そういう過疎の島をアートと自然と人々のコミュニティ、そしてエコロジーの力で生き返らせる、そういうアートプロジェクトなんですけれども、そのジオラマがありまして、皆さんが歩いていただくと、その島がどんな感じで、どこにそのアートの作品があってということを、実感していただける、そういう仕組みになっています。家プロジェクトは、誰も住まなくなった犬島の古民家や廃墟をギャラリーとして利用したり、アート作品そのものに変えようというものです。会場には犬島の形に自然や家の模型が設置され、島のどこにどのような作品があるのか分かるようになっています。また入り口には、犬島の中央部に設置されているブラジル人アーティストによる作品のレプリカが展示されています。展示会のタイトル、シンビオシスとは、お互いに関係しながら共存している状態のことです。これはですね、ただアートと建築を見せるということだけではなくって、そこの島にアートとか建物ができることによって、その島の人々とか、あるいは島の歴史が自然の環境と全体がどういうふうにお互いに相互関係を持って、島の新しいエコロジーになっていくのかということを意識した展覧会です。そして副題は、生きられた島。これはとてもある意味で人間中心的ではない、一つの日本的な考え方に基づいていると思うんですけれども、その家そのものに対して、その家が生きていると考えたときに、そこにいる人たちによって家が生きられるという言い方があると思います。例えば人がいないと家は死んでしまいますね。だからそういう意味で島もそうやって人々を呼び込んだりとか、今いる人たちを活性化することによって島自体が生きられる、つまり島そのものが一つの発信をしていって生きた媒体であると考える、そういう発想のもとに名前を付けています。シンビオシス、生きられた島は、ジャパンハウスロサンゼルスで7月5日まで開催中。入場は無料。詳しくはジャパンハウスのウェブサイトをご覧ください。4月15日と16日、トーランスで文化祭が開かれました。これはトーランスと千葉県柏市の姉妹都市交流委員会が開催したものです。文化祭フェスティバル has been, this is our 48th one, so 48 years of this festival, and we're trying to introduce the Japanese culture to the citizens of the South Bay area. It is also a fundraiser. トーランスと千葉県柏市は今年で姉妹都市提携50周年を迎え、先日も柏市からの親善団がトーランスを訪れました。両都市は交流活動の一環として、高校生の交換学生プログラムを実施しており、このイベントはそのファンドレイズとなっています。We send eight students from Torrance every July to visit Kashua for 3 weeks. And then in August, Kashua sends us eight students to tour Southern California and live in Torrance with host families for another 3 weeks.So the exchange program was just to introduce high school students to the diversity between our two nations and the similarities. A lot of people don't realize, even though we're from two different cultures, that we have many similarities as well. 会場には姉妹都市交流委員会などがフードブースを設置し、焼きそばやカレー、チキンなどを販売。ステージでは茶道のデモンストレーション、琴の演奏などのパフォーマンスが披露されました。またホールでは教えなどのクラフト、盆栽や生け花が展示され、デモンストレーションが行われました。体験ブースでは家族連れが折り紙や習字に挑戦、紙芝居も行われ、集まった子どもたちは夢中になって楽しんでいました。バザーにもおよそ20のベンダーが出展、日本に関連した衣服や雑貨も多く売られ、来場者はじっくり品定めをするなど、その名の通り、大人も子どもも日本の文化を楽しめる一日となりました。
オレンジ郡日系協会では5月20日土曜日にZoomでの健康セミナーを開催します。今回は体力づくりや認知症の予防にもなるタオルを使った体操を紹介。受講は無料ですが予約が必要です。詳しくはウェブサイト ocjaa.org まで。またオレンジ郡日系協会ではロサンゼルスエンゼルスのお得な観戦チケットを販売しています。ご覧の試合のチケットで全席三塁側エンゼルスサイドの席です。すべての日に入場先着限定の特典ギフト配布が予定されています。売上の一部は OCJAA のコミュニティ活動に利用されます。数に限りがあります。詳しくは OCJAA.org でご確認ください。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト J ハリウッドネット .com でもご覧いただけます。